今日も撮らせていただきます。はい、お願いします。まずですね、こちらのプレワークアウト飲みたいと思います。でもね、これね、残念なことに売ってません。そうなんですよね。なんか最初から売ってなかった説もありますしね。どういうことっていうね。買えた人いるんですかね。だからみんなをモヤモヤさせるっていう。でもね、これうまいんだけどね、俺めっちゃ好きなんよ。レビューだけしてね。そうそうそう。酸っぱいのが好きな人はね、本当に。で、うん、俺はそれにシトルリンを入れて、これはマイプロなんで、うん、まあマイプロのって言っても分からんけどさ、これは、はい、さらに酸っぱくして飲むっていう、これがいいのよ。本当に酸っぱいの飲みたいんですか、筋トレ前。いや、好きなんよ、普通に酸っぱいものが。なんか唾液めっちゃ出て嫌じゃないですか。そんな感じる唾液。いや、分かるよ分かるよ、出るけどさ。まあ、好きな人からしたらそんな感じないのかもしれないですね。俺あの家も全然飲めるしね。今日もじゃああの家でやるんですかね。いや、ラムネかな。いや、てかまあ飲まんでいいや、家。今日は何トレを。今日はね、腕トレです。今までやってない腕トレを、まあ、日本でおそらく5本の指に入ると言われる腕を持ってるわけじゃないですか、僕は。はい。でね、その腕の秘密をやっぱりそろそろ教えてあげないとなと思いまして。だいぶ遅いですね。だいぶ溜めましたね。5、6年はまあ溜めたね。そんな簡単に出せるもんじゃねえぞ。見返したら絶対あるけどね、俺で。こんな感じで、うん、撮らせてもらいます。やっていきます。はい。唾液すごいわ。レモンチャンネル。何やりましょうかね。そう、自分で決めてください。バーベルカールかな、じゃあ。でもね、最近バーベルカールあんまやってないのよ。しんどいじゃん。最近ね、ダンベルカールの方が好きなんよ。あー。で、ちょっとあのバーベルでアップしてダンベルカールするかな。楽しくないですか、バーベルカールとか。楽しいけど、重いじゃん。え、筋トレする人っすよね。違う結構ちゃんとやっとるよ。はい、結構ちゃんとやっとるけどね。そうだけど、やっぱしんどいはしんどいよね。あ、忘れてた、今日皆さんに発表させていけるものがあるんだった。このガングリオンがね、見てでもね、これね、もっと出とる多分。これすごくない、映る、ピント合っとる。そうですね、合ってます合ってます。こうしてもらったら、マジですごくない。めちゃくちゃガングリオンやんこれ。なんでちょっと嬉しそうなの。いや、もうなんかすごいんよ、本当に。これだから、プニプニプニって、あのちょっと硬い、軟骨みたいな感じ。あの、本当に鳥の軟骨埋めたみたいな感じになった。皆さん、鳥の軟骨を食べるときは僕のガングリオンを思い出してください。慣れてたよ。あの、潰すとね、こうやってコリコリコリってすると、モイ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 。これ、いいかわかりません。有識者の方言いましたら、これがいいことなのか、ダメなことなのか教えていただきたいんですけど、こうするとね、見て、ほら。お消えたっしょ。ちょっと減ったっしょ。いつはガングリオンマジック。今のところあの切り抜きで使ってほしい。なんでだよ、ハムちゃん衝撃飲む。いいんだろ、もみもみもみ。いつはガングリオンマジック。TikTok やったら伸びると思う。 TikTok って若い子見るじゃん。なんで若い子、若い子には見ると思う。なんで若い子ガングリオン見ると思ってんの。よっしゃ、ダンベルいくわ。はい。なんか前腕がおかしいよね。だけどその固定されてない方がちょっといい。ああ、なるほど。今は。でも最近は結構ヘビーなダンベルカールにハマっとって、まあ、前から定期的にはやっとんだけど、はい、またそういう時期来て、35、35とか、そこそこ重いやろ。いや、強いっすね、それは。それはもうぶん回すっていう。大事じゃん、やっぱり。え、ガングリオンのせいであのリストラップつけれないですか、やっぱり。あ、いやいや、つけれる、つけれる。つけれるんですね、うん、それは。てか、最近はガングリオンがそんなに邪魔してこんから。あ、そうなんだ。あと、そのガングリオンが前、グロくて無理っていう話したじゃん。だけど、ちょっと慣れたね。やっと。うん、やっと。考えとっても仕方ないっていう。それ何キロですか、ね、これ20キロ。アップ。アップ、もちろん。前腕のここがすごい痛いんよ。疲労がずっと溜まってるみたいな感じ。あ、昨日自分で家でお灸据えてさ、ここに。あ、マジっすか。うん、あっとるんかしらんだと。適当に置いてバチバチって。オリジナルでキッチンでこうやってずっとこうやってました。あんま見たことないですね。ないやろ。あの換気扇回してキッチンでタバコ吸う人みたいな感じで、キッチンでこうやってガーッと煙吸わして。メズ。お前珍しいことをメズって言うなよ。お前みたいなやつ。いや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 。若者の感じバレちゃいますね。痛いおっさんだって。いや、メズっていうのそんな若くないしまね。いや、若いよ。マジっすか。TikTokでバズりますかね、じゃあ。無理やろ。サカシまさかの丸々発言。まず誰やねんから話した。本当に掃除、本当に掃除機とは言えるんですか。掃除機にしていただきましょう。
片手ずつとかじゃないですか、両手でやるんですか。両手でやる。片手ずつってさ、そのまず保持しとる時点でやっぱ体力ゲージは奪われていくわけやんか、うんうんうん、しんどくねって思うわけよ。あとやっぱり重くなると片手ずつの方が振られる感じが俺はあるんやね。あ、体全部使ってバンと一気に上げてしまった方が楽かな。楽で考える時点でもしかしたらダメかもしれない。もしくは高齢者の方とか、例えば高い方、ガングリオンマジック本気モードですね、うん、今日何撮るんかね。筋トレと食事。そうそうです、大会前のやつ。血糖中だったね。てか、はい、そういや前撮ったのはこれの1個前は。そうですね、なんかいつもちょっとなんか体調悪かったりとか、うん、大会前とかで力いっぱいのトレーニングができてないみたいな感じで、うん、で腕が多分やっぱ俺一番力いっぱいトレーニングできるから人より多分腕はちょっと強めではあるけどさ、うんうん、確かにやっと俺がさ筋トレ YouTuber として認められる日が来る。やっぱりみんなこう緩い人と思っとるやんか、やっぱり、はいはいはい、今日はじゃあちょっと、うん、これぞハムトレみたいな。だからやっぱりこう筋トレってやっぱりみたいな感じでいい感じでいけんじゃん。人生を変えてくれるんですよ。みんなにモチベーションを与えた。今までの俺はやっぱ緩くてもいいんですよねみたいな感じで言っとったかもしれんけど、はいはい、全部訂正します。筋トレは全力で頑張らないとダメ。今までの自分を否定して、うん、やっぱ変わっていく生き物だから。でですよ、私はですね最近気づいたんです。アームカールの時にパワーグリップした方がいい。あ、これなんでかわからんのだけど、握力が弱ったのか何なのかわからんけど、昔はねヘビーなアームカールしてもここがブレることなかったね、ダンベルカールしても、はいはいはい、最近ここがもうこうやってやるじゃん、はい、こっち元気なのにもうこっちがもうこうなるよ、で蹴りながらこうやってやる感じ、こうやってそんな動きにはなんないのなるから、どうしたらいいんやろうと思ってパワーグリップした結果めちゃくちゃ安定する、でやっぱりここ手首がこう固定されもするしさ、こういう風にこうなるけどさ、はいはいはい、安定もするし、うん、ある程度面白いだったらね、パワーグリップいいわ。でも逆に固定されすぎてもしかしたら手首弱い人とかは持ってかれる可能性があるけど、うんうん、俺にとってはかなり、うん、待ってこれもうメインか。メインっすよ。ちょなんかそのノリじゃないな、ちょっといやなんでやろ、そのなんかさらっと始めるけど、いや本当にね普通にめっちゃ重いね、これ。そうっすよね。35っすもんね。こういう撮影はね本当にありがたくて、基本的にさやっぱり頑張ってはおるよトレーニング、はいはいはい、頑張っておるけど、やっぱ昔と比べてさ22、23の時とかぐらいと比べて今って頑張れてないよ本当に。頑張りたくても頑張れてない。でもやっぱ昔よりスキルは上がってるわけやんか、はいはいはい、だからなんとなくさそれとなく合格点は出せるようにはなってるわけよ、はいはいはい、そんなに頑張らんでもこれがまた良くない逆にね。だからこう頑張るみたいなのがあんまりできんけど、撮影すると頑張れるよね。うん、だから俺的にはちょっとねありがたい。やっぱ撮影とかゴートレみたいなのは定期的に入れていきたいなと思う。じゃあ定期的にハムトレは追っていく必要があるってことですか。まあ俺のためにみたいになってしまうから。そうなるとなんかみんながえそれは違うなみたいになるかもしれない。頑張っとるやろ。言ってくる筋トレ YouTuber 見たことない。お前に言うとんぞお前に。あっちょっとやね。頑張っとるやろ。頑張っとるやろって言ってくんなよ。でもどう頑張ってそうやった。いや頑張ってそう、うん、今までにあんまりないハーハーするんで。いやこれはね本当に頑張っとる、うん、最近結構ちょっと楽しいかも。重くてしんどいけど、はいはい、ちょっとなんかまたアームカール楽しい気が来た。こう波があるじゃん、やっぱり重さ持ちたい時とさ、で一定期間20キロぐらいが気持ちいいなみたいな時あったけど、今はちょっとやっぱり重さ持たなきゃみたいな、で本当やったらいつもやったら5でやめとるけど、これ撮影されとるからプラス1、2はいっとるって、うん、クレアチンぐらいの効果あるんですね、撮影だいぶある、ほんまにある2レップぐらい上がるみたいな、多めに。で本当にやっぱりいいよね、人に見られとるっていうのは。最初にダンベル買ってもらった時からついトレーニングしてたんですか、そのカールばっかやってたじゃないですか、まあ、今考えたら軽いけど、軽いというかぬるいけどさ、でも当時の俺にとっては10キロ10キロは重かったわけだから、それをもう一つってやるんだけどね。それにさ、あれしよったね、自転車のさ、ゴムチューブあるタイヤのチューブ、はいはいはい、あれを足に置いてこういう感じで、ここにこの状態でダンベル持ってこうやってやるって、
さらに負荷、うん、それは最初じゃないけどね、ちょっとずつ負荷を上げていくっていう。え、その木澤さんのハックスカットみたいな感じでやってるとか。あ、みたいな感覚やね、うん、中学校の時からそれをもうタイヤのゴムチューブで。木澤イズムが。イズムじゃない、俺の方が先。ちょっとインターバル青みとらしてこれ、出てんだ時の腕すごいっすけどね。前腕も超太いっすよ。今までにないぐらい頑張ってるな。フリーって世帯が多いし、別に最初はそんなにこう触れなくてもいいかなと思って。あ、本当ですか。むずいし。なんかこう、支えるポジションがいまいちわかんないですけど、なんか弾く、引くって思うんですよ。それで、あとやし、あ、いいね。ハムで支える感じでの、そう、やっちゃうから。ああ。わかんとすげえ、この次の人が痛くなって。うん。まあ、合ってるのかな。まあ、全然いいよ。あ、歯の筋肉量が足りない可能性があるんですよね。最後必殺、アームカールウォーキングが出てしまったね。なんすかそれ。あれは振り回されたんじゃないよ。あー、アームカールウォーキングっていう論文調べてもらったら出る。日本語じゃ出んから。あっちの方のやつやから。どっちだよ。出んかもしれない。 西の方のやつ。あんまりの YouTube とかで見たことないですけどね。え？アームカールウォーキングだし見たことないです。あ、だけどあんまりね、多分知ってる人がね、なんやと思う。で、日本ってね、5、6年遅れとるけどね。で、5、6年後ぐらいにおう出た時にみんなハッとすると思うよ。他の YouTuber が出したら、そうそうそう、あれ5年前にハムちゃんがやったやつ。そう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 、困りますね、確かに。頑張った分をこういうしょうもないこと言うことで今打ち切れて頑張ってるので、みんなに安心感を与える。ああ、なるほど、うん、やっぱ人間ってさ、自分より下を見て安心する生き物だから。だから俺は今、同居を演じとるわけだね。やばい、俺上行ってしまった、みんなより下行くためにこういうことを言ってね。なんとか下って思ってる人はいないと思いますけどね。なんか一番親しみやすいというか近い存在だと思うんですけど。舐められとるな、それは。いやいやいや。3頭筋いきます。交互にね、やってます。はい、それなんで。気分。いや、疲れるじゃん。その疲れるしさ、そのそっちの方が全体としてのボリュームが高められるっていう感じかな。トータルのボリュームを考えた時に交互にやりたいなっていう感じです。ですよね。いや、僕は二頭とさんとトレーニングに分けちゃってるから、ごめんなさい。違いました。いや、自信持てよ。レモンチャンネル。あとね、肘がね、普通に昔に比べてちょっと弱くなったというか、違和感感じることが多くなったから、こうやって温める種目を。昔はこれライングエクステンション一発目とかやっとったけど、ちょっとそれをやめて、こういうロープのエクステンションみたいなので、プレスダウンとかで温めてからやるようにしてます。これもじゃ結構重さ持つんです。そうだね、今これめっちゃ軽いじゃん、これ。これフルスタックに見えるけどさ、うちでトレーニングしたことあるなら分かると思うけど、これってめっちゃ軽いじゃん。4分の1だけね、これの重さの。だけどまずこれで温めて、2セットぐらい温めてから、ちょっと重さかけるっていう感じ。パンパン太郎のパンチャンネル。次は何の種目ですか。次はね、インクレーンカールいきます。おお、王道しかやらない。あ、でも今日最後にちょっと変わった種目やります。これであれですね、視聴維持率確保できました、今ので、はい、最後まで見るしかなくなって、ショーツもポンってね、あれして。そしたらショーツの方も上がるし。そんな簡単じゃないですよね。ジャキガン編が一番伸びてるよね、多分。結構俺サブカル好きなんだけどな。猪木が伸びてる。猪木伸びるわけないやろ、あんな。クオリティ高いはずなんだ。結構ね、うん。頑張るとる。不安なんすか。毎回聞いてくるけど、トレーニング部分に取れ高があるかが不安。
頑張れたらおるんだけどね。いや大丈夫、うん、だって腕はデモの中で一番上がってる。いい腕しとる。はい、まあここがめっちゃ短いけどね。単純な太さで言ったらね、今回の方がもう余裕で太いけど、あいつは長いけ大変じゃん、うん、で俺はここがもうめちゃくちゃ短いけどさ、はいはいはい、身長が172センチに対して腕の長さは多分165センチの人って感じだからこうポコッと出やすいよね。うん、でかいですもんね。あとラッキーなのがさ、ここのピークとここのピークがね揃ってんのよ。うん、そう、それが結構ラッキー。綺麗な丸というか、そうそうそう、もう運がいいこれは。ここの運がない分ね、それはそこを帳尻合わせてくれんとおかしいよねって本当に思う。ラットプルダウンとかの動画とか撮るじゃんか、後ろから、はい、そしたらさ、背中良くなってきたなとかそういうのの前にもう肩幅終わってんなって思う本当さ、ここにこうやって腕がついたのみたいになってるけどさ、はいはいはい、カービィみたいな状態になってる本当にひどいよ。え、それもう慣れたけど、うわ、肩幅モンスター来たなんかあのニュースとかでいきなり映り込んでくるなんとか外そうとするけどそれでも映ってくるやつその、で、その感じにこちらで、俺のトレーニングをなんとかしたあの放送事故のやつ水田かなんか、あ、そうあー、あのなんか優しくこう、なんか大丈夫、大丈夫、大丈夫大丈夫、お兄さん、お兄さん、大丈夫、大丈夫のやばいやつてかもうこんな容姿やったらもっと前で止めろって話やから分かるならやばいよここに来させんな経営してなかったら多分できんすからねその入会危うい。そうそう、ちょっといや、でかいっすよ。ちょっとずつ成長してます。うん、でもゆっくりよね。でも前の動画でなんか自分の体の完成は2028ぐらいみたいな言ってますけど、ちょっと厳しいかもしれない下方修正が必要かもしれない。あれガングリオンによりてか足がさ、でも足ができん分今上半身頑張ろうっていう、はいはい、なんか重さも増やそうみたいな時期ではあるから、いきます。頑張れとるか判定してね。いやそれ俺に委ねないでください視聴者の方に。この新しい髪型どう？いや、いいっすね。いいくない？はい、近いな、だいぶいや、ま、えらい近いな。あ、ほんと？はい、大丈夫頑張れたね。もう取っとるとこちゃうやろ絶対。いや、絶対取っとるとこちゃうやろ俺のトレーニングちょっとヘビーなプレスだもん。じゃあレグプレスどういうこと？じゃあレグプレスになる。どういうこと？僕がヘビーなプレスダウンできないからとうとう映り込みおじさんと映り込みおじさんと合トレにおい、カメラマン諦めんな。なんとか画角から外せ。見た目的に引きあるのこっちなんで、その。サムネ映えするんだよな、その。まずい、まずい。やばい。終始変わってくるって。さっき、ラットプールでやんないって言ったじゃないですか、そしたら。あのね、重いのはやっぱりこれでしかできんのよ。ああ、なるほど。うん、ああ、できんだな、この人。トレーナーさん、ちょっとできにした方がいいかもしれないです。はい、この人ちょっと別のトレーナーに行こう。尺を繋いでるんですか？いや、いらないですから。繋ぎです。YouTube ってカットできるんですよ。これ生放送じゃない。いやいや繋いでんだけど。もう5、6年やってるでしょ。知らんかった。あれってじゃあリアルじゃないってこと？いや、リアルじゃない。YouTuber 全員リアルじゃないってこと？まあ、言い方ね。カースケとかめっちゃ切り取ってんだろうな。言い方悪い普段の姿 YouTube であんま見ないなと思ったらそういうことか。言い方悪い。もしかしてこのおじさん取って出しのライブかなんかとか考えてそうですね繋いでくれたらしいですね、カムちゃんの。え、編集っていうこと知らんの？そうそう、変なトレーニングしてるし。愛用のボリックスでございます。お、まだいいですか、やっぱりボリックスが。いいね。相当ダメになることはないでしょ。うん、これ以上いいのが生まれるんかなっていう。うん、でもやっぱ発明はね、止まらんけ、進化は。いつか誰かがこれを超える可能性はあるけど。加重するんすか？あ、じゃないとね、持ってかれるんよね。木澤さんとかもやるじゃん。そうなんすか。うん、昔誰かとのゴートレで山岸さんでしたっけ、お互いにこうやって持ち合って、ゴートさんでしたっけ、分かんない、なんか持ち合ってやるみたいな。へえー、支え合って。そうそうそう、ここのベルトしてそこをこうやって押さえて。へえー、ちょうどじゃあ映り込もいてたんで支えてもらえない。いや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 やこなるから、俺のトレーニングが頑張っとると思われんくなってしまうんだ。なんだふざけが強くなってしまうんだ
あ、支えられとるよ、もしかしてやってたちょっと感触は変わったけどなんか真剣なトレーニングをお見せするはずやったのなんで食ってんのに真横でそうよえ、みんな取れたかを心配してきとんかなもしかして邪魔したいだけっすよ、多分チームワークかなチームビルディング、助け合い結構頑張れとったでしょ頑張ってました、うん俺やからおい、なんでギリギリまであっち向けたの喋ろうと思ったらさお前があっちにカメラを向けとるからよ自分たちの撮影よりも楽しそうなんすのあの二人が困ったもんやね結構今頑張れたと思う本当にいやでも邪魔できる雰囲気できちゃってるってことはあるんじゃないですか本当にこうなんかもう危機迫る感じでやってたらみんな邪魔してこないと思うんでちゃんと耳痛いわちゃんと耳痛い木澤さんとかのトレーニングそんなちゃちゃ入れれないじゃないですか確かに、はい、その危機迫る感じちょっとなかった確かにね、はい、今結構聞き迫るものあったんですけど、うん、この2人が悪いっすそうよね関係なかった関係なかった顔っすよねあそもそものえ、俺今必死やったよね多分必死でしたよよね顔真っ赤にしとったよね多分ね、はい、いついかなる時も聞き迫らない顔してます感受性の問題よね多分そういうのがそういうのが分からんのだろうね多分よくないよねもう一度いきましょういや終わりですでもさ、今日あんまぼやいてなくない確かにやっぱみんなの期待に応えてないよねでもその、この間のこんぐらいの動画でも言ったけどぼやこうと思ってぼやくのって違うじゃんまあ確かにそうですねうるさいね一ぼやき今今って本当に割と元気にそのここはあれ、うん、やけどわりかしその筋トレ頑張れとる感じがあるけ、うん、ぼやくことないよねしかもダイエットもさその本気ではないわけやんか、はいはいはい、一応やっとるけどそれフリーな感じ、はいはい、しかもケトンも終わって力いっぱいできるみたいな来たかも来たかも嫌だ来たほらほらなんか映ったマジで今日僕とこんがりお揃いだった人あ、マジっすか、うん、今言わんでいいやんなんか来たと思ったら、いらん情報置いて帰ったとうとう喋るようになりました映り込むだけだから許すからよ、映り込むのをしかもこれに関しては基本もしっかり重さ持ってやるっていうイメージちょっと僕もう一個だけは僕言ってたんですよ変なやつあー違うもう一個あるそれはこっちはまた違うだいぶ変わってましたけどねこれね名前はねちょっとつけれてない俺の中では目を折るときは膝にここ置くじゃん、はいはいはい、プリチャーカールっぽいじゃんあだから膝プリチャーって書くよ大体膝プリチャーカールっていう普通のプリチャーよりいいんですかやっぱこっちの方がまあそうやね内容ない人みたいな気分うんまあなんかこううんいい感じっていうどっち意識なんですかその収縮とかもう完全収縮収縮、うん、基本的にケーブルはさ所詮その程度の重さしか持てんじゃんだから基本的にはもう収縮メインじゃないこれ別に立ってスタンディングでやるときも基本的には収縮立ってやるのと比べて何が違うとか腰が楽ああうん一番最初のアームカールでもう全部使ってるわけよ、うん、しんどくないっていうその筋肥大を起こすシグナル的なダメージはもうあれで俺はやれとると思う、うんでそこに対してインクラインで、まあ、ある程度の重さで引き伸ばしてあげて、はいはい、こういうのでちょっと血流を送ってあげるみたいなそんな感覚かな真面目めっちゃ理論的ですね、うん、普通の種目やってストレッチ種目やって、うん、そうそうだからあれは意識してるね POF はねうん、うん
飛行機乗ってくると点かけるから十分をしっかり点でかけば一定の刺激を。いつはガングリオンマジック果汁のディップスでやります。もう鬼パーシャル、もう叩かれるぐらいパーシャル。40キロ分果汁ですか。40キロ果汁。ちょっと今のとこ来てもらっていい？ダサすぎるから。これこんなにもたついとったら普段こいつやってないのって。こんなにもたつくんだと思って撮ってますもんね。ちょっびっくりした。実は今ディップスやってたんですよ僕。みんな気づかなかったかもしれんけど。確かにこれで重量マウントしてたら叩かれますね。そうやろ、はい、40キロ荷重できる理由が分かるやろ。でも結構いいよねこれ。いや分からんけど。分からんのか。重さをかけてあげるっていう感じかな。重さのボリュームとしてはあるから、トータルボリュームは別に足りないことはないと思ってやっとるって感じかな。ボリュームってね、別に重さだけじゃない、回数だけじゃない、可動域だけじゃない、時間とかそういうのも含めだから、その中の可動域っていうボリュームの部分が減る代わりに重さの部分を上げてあげるっていう、そんな感じかな。掛け算なのよ、ボリュームって掛け算なのよ。ポーン、ボリュームって掛け算なのよ。僕らは地について横一列でスタート切った。今のところはちょっと切ってもらっていい？ちょっと長すぎたね。つまんな長いですね。寒長い。寒長い。寒長い。寒長かった。褒めのところ一個もないじゃん。あ、そうですね。手首が寝てくるとこうポロポロポロとバラしてて、両方ないんで、今の下で重心がずれちゃうんで、立てて。次は何なんですか？これがね、さっき言ったちょっと変な種目というか、名前がない。あ、てかなんかね、昔アイアンマンかなんかで名前あったんよね。へ、なんとかかんとかかんとかっていうやつではあるんだけど。3頭っすか？2頭、うん。俺は通称チンニングカールって呼んどんだけど。あー、チンニングっぽい2頭のトレーニング、うん、YouTube 初出しっすか？いや、昔出したことある気がする。もうほんまに昔。シンプルではあるよ。下手なアンダーハンドチンニングみたいな、そんな感じ。手幅は肩幅よりちょい狭ぐらい、肩幅ぐらい持ってもらって、で、この状態で引き込む、耐える、引き込む、そうなんですよ、耐える、引き込む、耐える、引き込む、耐える、引き込む、耐える。手バックは極力開かないよ。そうするとどうしてもね、背中とかを使ってしまうから、うんうん、閉じて、この状態で極力こっちに行かないように、こっち方面に行かないように、もうこの真下に置いてあげるイメージ。ここはもう固定されて、このままこう縮めていくっていう、縮んだ結果体が上がる。上向いてやってしまうとどうしても背中動かしたくなるから、うん、しっかり本当に逆って感じ。頭からこう初心者の頃ってさ、こう行くじゃん、はいはいはい、あの感じでやってあげるっていう。もう頭からこう引き込んであげる、うん、こうやってこう降りるときに、だいたい普通のチンニングやったらこう引き込んでこう降りてしまうと思うよね。こういう動きになるじゃん。じゃなくてこうからどっちかっていうと離れていこうとするって感じ。こっからだからもう腕はこの極力真下で、この状態から引き込んでこう離れていく感じ。今伝わる？横から取った方が伝わりますね。引き込んでこう離れていくイメージ。上半身がってことですか？そう、体がこういくイメージ。まあ、そこまではできてないし、あんまりやるとね、ちょっとね、スイッチかかりすぎて、ちょっと危険っちゃ危険やから。言ってもさ、それもちろん腕だけで、2頭だけで支えとるわけじゃないけど、85キロある体重を支えとるっていう感じやから、まあ正直、アームカールがある程度の重さできる人にしか推奨してないけど、一つの刺激としてはいいからっていう。なんか昔、山本先生がチンニングで2頭鍛えるみたいなやった気がしますね。じゃあ、それの上位互換かもしれんね、これ。もしかしたら。あくまでも、うん、俺の方が上。急に怒られるね。難しいよね。これで怒ってしまったらやっぱあっちの器が小さいみたいになっちまうからな。まあ、こういう今罠を仕掛けた。どっちに転んでも俺が勝つっていう。そんなに重い重量使うことないです。はい、3は
聞いてますね。めっちゃ聞いとる。見たら分かるやろ、だってこれ見たら。確かに分かるわけねえやろやばい、俺がイエスマンだって言うのなんで分かったまるかやばい。パンパン太郎のパンチャンネル、次最後ですか。うん、オーバーヘッドのケーブルエクステンションかな。ちょっとね、なんか最近これは良くないことではあるんですけど、2頭は頑張れてるんですけど3頭が頑張れない。なんかね、結構交互なんよね。お、3頭めっちゃ楽しいって時と2頭嫌だなみたいな。なんかぬるいな追い込めてない。うん、でもしんどいはしんどい。でもなんかこう良くない。確かにさらに 1,2 レップいけるけどやめてるみたいな感じ。うん、でもまあ2頭はいいからいいかなみたいな2頭はすごい頑張るな。もう今日もう限界来とる、3頭ダメだね。なんかラスト1セットですか。じゃあ、うん、2セットやろうか。じゃあ、うん、ちょっとじゃあその2セットに人生の全て込めてください。え、俺終わるんここで早くな い, い, いぐらいのこれで、はい、これやり遂げたところで何もないそれでもいいぐらいの気持ちでやってほしい。気持ちはね、はい、でもやっぱ本当にみんなそう、その気いいこと言った。その気持ちはやっぱ届いてほしいよね。そう、うん、あ、もう入ってますね。今から入ってる入ってるあ、ふざけ出した、ふざけ出したこれつけてないから重さも上げて、これつけて重さ上げた、気合入りますね。ああ今なんかすごい真剣な顔しとる感じがしたやろ、はい、向かい側の通り若い女の子が通ったからちょっと見とっただけ目つき鋭かったやろ今絶対使おうここ俺だけやるのかな。さっきよりは頑張れた。うん、いいっすね、やっぱ気合入れ直すっていうのは。あとやっぱこれは全然違いますね。うん、なんか俺は違う気がするね。その手首保護っていうよりはなんか、うん、ってなる。あ、うん、どう？いや、でかいっすよ。めちゃめちゃでかい、はい、太いっす。いい、いや、いいっすよ。だって1位っすから、マッスルゲート。お前はほんまにバカにしとんの。して、ほんとにしてないんだよな。お前はバカにしてんだよ、なんか。いや、マジでしてないっすよ。なんか、だその言い方やもん。ラスト1セット、おい、見込みもらっていいっすか。ここをね、若い女の子が通ったら頑張れる。通らんかったら、怪しいね。これ大事っすか、若い女の子は。可愛い子ね、やっぱね。あ、可愛くないと。なんで俺を叩かせようとしたの視聴者に。なんか今の俺明言してしまうとなんか叩かれるよね絶対ねおはめたな。でも美しいものは見たらやっぱりそれはテンション上がるでしょう。あ、そうですね。でもここ街中行けさ結構通るやん。そうですね、うん、いいよねラストセットするやつとは思えんぐらいのエロい顔しましたよ、ね、いいよねまずいね、ちょっとまずいっす、一回やり直した方がいいね、多分ね気づいた、やっぱりみんな気づいたよね、多分なんでふざけてんのかないきます。お前です。リセットしておきましょうか。あの、もう3しようかなと思ったけど2で、1回追い込みたいという感じがちょっと弱かったです、今のアクセントでも上半身からね、またすごい
オッケー、危ないところでした。やりきりましたね。オッケー。レモンチャンネル、トレーニングお疲れ様でした。お疲れ様でした。1時間経ちました。パーソナルやってたんで、はい、ということで恒例のハムちゃんといえば面白ご飯シリーズ。ざけんなよ。もうさ、面白っていうの失礼に当たるけどね。でもこれ見てみて、これは申し訳ない。基本的にさ、夜作ってまとめて作って朝ごはん炊くから、はい、それを上にこうやって敷くわけよ。だからすごい見にくい形にはなってる。わかるかな、これ見たらわかるよね。絶対美味しいやつ。だから今はこれです。見たらわかるよね、大体わかると思う。ひき肉、そう、ひき肉とオクラですね。へえ。それをちょっとトマト煮込みみたいな感じで、ネバネバコンソメとトマトで煮込んで、その上にまあご飯をもうドカッと。サムネ用にいいっすか、もらって。こんなのをサムネにするなよお前。いや、しますよ。熱っ。で、鶏肉がさ、これひき肉で、はい、大体 200g、はい、1日で 400g っていう感じ。オクラはね、ほんと適当。あ、100g ぐらい、オクラ5、6本かな、多分。まあもう適当そこら辺は。米はどれぐらいですか。米はね、半合やね。あ、正直ちょっと少ないから、後でそのお土産もらったやつを食べようかなっていう感じ。でも味は分からんの、美味しいか。盛り付けはもういつもこれですもんね。盛り付けマジでいつもこれ。その米を。だってさ、別に誰かに出すわけじゃないじゃん。その、まあまあまあ、もう誰かにさ、食べてくださいって出すならもうちょっとちゃんと盛り付けるよ、はい、俺が食うわけやし、利便性を考えた時に朝俺マジで調理先形さ、はい、基本夜で炊飯器なんて調理というあれじゃないじゃんか。朝起きたら炊き上がっとるっていう感じだから、こうなるわけ。男の飯なんてこんなもんやろお前、一人で食うんやったら。いや俺も趣味のパスタ作りとかやったらちゃんと盛り付けるよ。こんなもんは日々の食事なんやから、誰に見せるわけでもない。蓋汚れないですもんね、しかもこれで入れたら。せやね、賢い。そうなんよ、蓋はさらっと洗うだけでいいよ。もうこっちはもうどうせ汚れるけさ、はいはい、そう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 、そう、ね、俺はそれを考えていたの。いただきます。うん、美味しい。どういう味付けなんですか。だからトマトとコンソメと、あとなんかブイヨンみたいなの入れて、あとは適当にこうバジルっぽいの入れたりとか、お塩ね、あとお塩入れてるもん。おしゃれですね。まあ俺イタリア人の血が流れとるとか流れてないとかっていう話やから、この顔でってね。減量はどうなんですか、住み具合的には。もう今日ね、昨日夜、まあ、ちょっと友達というか会員さんというかとちょっと遊ぶというか、まあ、買い物一緒行って飯どうするみたいな、腹減ったね、そいつが焼肉食いたいって言い出して、勘弁してくれよと。さすがにね、うん、断ろうかなって言っちゃった。行っちゃった行っちゃったじゃねえ。行っちゃった。こんがりはさ、あのさ、油っぽいとか甘くわんって言って、はいはいはい、食っちゃった。食っちゃったね。でもよ、今日体重減っとったから。だからやっぱ焼肉はダイエットにいいわ。立証された。立証された。いや、どうせその、いや俺多分本当に普通に焼肉行ってなかったら確実にミニマムだなと思ったんやけど、そもそも昨日ちょっとその昼寝とかしたりとか、俺休みあるあるなんやけど、俺休みって食いすぎるか食わなすぎるかのどっちかなんよ。昨日食わなすぎる日やったよね。ではやばみたいな、まあまあでもまあたまにはそういう日あっていいやみたいな、胃腸休めたっていう意味でいいやと思って、まあ今日絶対ミニ、まあいろんな意味でミニマムというか、それがいいミニマムかわからんけど絶対最小値だなと思ってたよ。で焼肉行ったけ、うわ無理やわ、ミニマム更新、そもそもむくむしね、その栄養価っていう以前の問題でと思ったら、まあミニマムではない、そのケトの方がやっぱり水抜けるけミニマムやったけど、久しぶりの84キロ台に行ったわけよ。よっしゃってなって調子乗るよね。でも俺来週さ大阪とか行くけさ、もうその3日間はちょっと普通にそんなに気にせんとこって思ってる。まあ太るよねだからね。だけどそれまではちょっとちゃんとしようみたいなのは思っとるけど、その結果これですね。結果これで美味しいよこれ。でもなんか確か見た目にもこだわった方がいいんかな、こういうのこだわらん系太るんかな。いやどうなんすかね、分からん。なんかさ言ったらさ、盛り付けするとさ心の満足度って絶対上がるじゃないか。そうですね、そうですね。もしかしたらそれを別にこれ満足しとるよ、うん、もしかしたら満足がみんなより薄いんかもしれない、それのせいで痩せれないみたいなあるから。痩せれるって今痩せてはおるけどね、まあ、そう痩せてますよ、大丈夫ですよ、うん、一般的には全然痩せとるけどね。その痩せとるけど、まあ今は太とるけど、痩せていっとるしね、痩せれたし、大会レベルのバキバキってなるとさあどうなんだと、それはもしかしたら盛り付けのせいかもしれない。あるかな関係、まあ、細部にこだわってるかどうか、ね、そう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 、でも筋トレにも出てくるんじゃないか、そういうあの神は細部に宿るっていうね、うん、その細部というのがこれなんかもしれない、もしかしたら。
これも効率化した結果っすもんね。だからこれも細部よね、言ったら、うんうん、宿った神がそれだったっていうね、うん、でもほんと美味しい、今日マジで大成功だ。先週はさ、普通の鶏そぼろにしたわけよ、甘醤油煮みたいな。で、今回はちょっとテイスト変えようと思って、こうトマトコンソメ煮込みみたいな。これはこれで味変になっていいね。で、マジでそぼろいいよ。業務スーパーの鶏そぼろ買ってください。確かに同じ業務スーパーの同じやつか分からんけど、俺が買っとるやつはそこまで油ないし、本当にいい。これで安いんよ、 400g で319円プラス税。うん、安くない？安い、めっちゃ安いよ。じゃあこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっともう一回言っていい？はい、じゃあこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。レモンチャンネルのハームちゃんでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。顔テカってない？大丈夫かな？大丈夫です。レモンクラシック大阪のエントリーが始まりました。この夏、新たなことに挑戦してみませんか？皆様のエントリーお待ちしております。